新型コロナウイルスの影響で、およそ3ヶ月半にわたり臨時休業となっていた別府市のライブハウス、ヒットパレードクラブが明日再開します。バンドのメンバーやスタッフたちの思いとは。別府市北浜のライブハウス、ヒットパレードクラブでは再開に向けたリハーサルが昨夜行われました。ボーカリストのサンディさんはバンドメンバーたちの生演奏に合わせて歌うのはおよそ3ヶ月半ぶりだといいます。まず思ったのが音でかと お客様に会えること、歌えること、もうずっと歌いたかったので、うずうずしていたので。ヒットパレードクラブでは新型コロナの影響で3月8日から臨時休業となっていました。しかし緊急事態宣言の解除を受け、店内の感染防止対策が整ったことなどから、およそ3ヶ月半ぶりに明日からの営業再開を決めました。一応ステージの、演者、ボーカル、バンドさんとお客様を2メーター以上間隔を取ってくださいということでガイドラインがありましたので、一応もうここからはお客様もう入れないようにということで、一応2メーターはここ開けさせていただいて。営業再開後の店内はステージと観客の距離を十分に確保したほか、客席数も半分にしました。客席の間には飛沫が飛ばないようビニールシートが設置され、3密の状態を防ぐため換気を徹底することにしています。まあ、こんな形で今回はお入りいただくときには消毒、手指の消毒していただいて。またバイキング形式の食事は利用者に手や指の消毒とビニール手袋の着用を求め、料理を取り分けるトングや食器類などもこまめに消毒します。明日の再開に向けてスタッフたちは、やっと再開できるので嬉しいという気持ちでいっぱいですね。人数制限はもう限られてくるんですけど、まあ、ご来店いただいたお客様にこう最後までちょっと楽しんでいただけるような接客していこうかなと思っております。おはようございます。お疲れ様です。100日ぶりのヒットパレードクラブの、再開になります。昨日は店内にバンドメンバーやスタッフたちが集まり、明日の再開に向けたミーティングが行われました。来場客の名簿作りや飲み物の提供方法など新型コロナの対策を入念に確認していました。お客様も大変お待ちになってますので、期待に応えるようにスタッフ一度頑張っていきたいなと思ってます。別府市のために少しでもお役に立てばと思って賑やかしたいなと。やっぱりまだ安心できる状態ではないと思うんですよね。気を抜かないということは大事かなと思うので、そういうところを気をつけながら、やっぱ皆様に笑顔になっていただけるようなステージをできたらなと思っております。ヒットパレードクラブは明日の午後6時に営業を再開します。別府の夜の街に懐かしい洋楽の音色が戻ってきます。新型コロナウイルスの影響で休業していた別府市のライブハウス、ヒットパレードクラブが今日から再開です。午後6時、3ヶ月ぶりのオープンです。約100日いらっしゃいませって言ってませんので、第一声でいらっしゃいませって言った時に涙が出そうな、今もそうちょっと涙が出そうなんですが、お客様の顔を見たら、感激するんじゃないかなと思っております。開店2時間前、お客さんを迎える準備が進められていました。1988年に誕生したヒットパレードクラブは
オールディーズなどの生演奏が人気でしたが、3月8日から休業。再開に向けた対策として、検温のためのサーモグラフィーカメラに、テーブルの間の仕切り、椅子の数も減らしました。ステージと観客の間にはロープを張って距離を保ちます。今日は再開を待ちわびた多くのファンが駆けつけました。もう嬉しいです。とても待ってたので。サンディさんに会うのが楽しみです。当面は予約のみで、定員は半分ほどに。名前の記入にも協力を呼びかけています。新型ウイルスの影響で休業していた別府市のライブハウスが昨夜営業を再開しました。昨夜およそ100日ぶりに営業を再開したのは別府市のライブハウス別府ヒットパレードクラブです。店内にはおよそ160人が入れますが、入場者を半分ほどに制限したほか、飛沫感染を防ぐためステージと客席の間隔を2メートルほど空けるなど新型ウイルス対策が取られています。店内には久々に演奏が鳴り響き、再開を心待ちにしていた人たちが賑やかな雰囲気を楽しんでいました。すごい楽しい、みんなでマスクで暑いながらも楽しくやってます。別府ヒットパレードクラブでは感染症対策を行いながら頑張って営業を続けていきたいと話しています。別府市のライブハウスヒットパレードクラブが昨夜3ヶ月半ぶりに営業を再開しました。ヒットパレードクラブは新型コロナウイルスの影響で休業していましたが、店内の感染防止対策が整ったことなどから3ヶ月半ぶりに再開を決めました。店内には出入り口にサーモグラフィーカメラが設置されているほか、ステージと観客の間にロープが張られるなどの対策が取られています。昨夜はおよそ80人のファンが久々となるオールディーズの生演奏に熱狂し再開を喜びました。いいですね、最高です。久しぶりに発散できるじゃないですか、踊って。もう3ヶ月待ってました。以上ニュースをお伝えしました。